今総務省のより連絡がありまして、まあ本日ですね、各政党10個の政党に、支給される政党助成金がですね、支給されたという連絡が入りました。当然政治家女子法廷等にもですね、今年の3億3400万円のうちの4分の1である8300万円ちょっとのお金がですね、振り込まれております。で、このお金振り込み先はおそらくりそな銀行の参議院支店で、まあ、凍結されている口座だと思うんですけども、そこがですね、総務省の方もどこの口座に振り込んだかっていうことについては教えてもらえないということです。りそな銀行だったら凍結されてるんですけども、もし大津さんがですね、別の銀行を使ってた場合に、作ってた場合、まあ、この可能性低いと思うんですが、まあその場合はですね、大津さんがちょっと自由にお金を使えると。ただまあこれ自由にお金を物理的には使えるんですけど、まあこれをですね、勝手に使っちゃうと横領とか背任という可能性もあるんで、さすがに大津さんもそれはしないと思うんですが、まあいずれにしてもですね、今8300万円と残金の900万があるので、9000万ぐらいのお金がですね、党の口座に入っていることは間違いないということですので、債権者の方でですね、もうあのお金を返してほしいという方は大津さんの方に、今言っていただければ、もちろん私の方にも届いています。私の方には届いていますので、それはもちろん我々が代表権をちゃんと取ればですね、お返ししてくださいというふうにお返しするんですけども、まあ、大津さんは今自らが裁判で党のですね、実は私の娘を相手にですね、裁判をしているというような状況でですね、大津さん個人が債権者で、私の娘と斉藤健一郎個人を訴えていると。私の娘は党の代表者として訴えているんですけど、4月の27日にですね、来週木曜日ですね、千葉地裁の方で裁判がありますので、まあ早ければゴールデンウィーク明け、まあゴールデンウィーク前にもですね、裁判所の決定が出て、大津さんに代表権がないことをですね、認められると思います。で、もしこれで大津さんがお金をですね、その正当な目的以外等の、そういうお金を返すとか給料払うとかって以外の目的で使ってると、犯罪の可能性が出てきます。だから大津さんは今日お金が入ってるので、どの口座にお金が入ったのか、また返金が可能かどうか明確にされるべきだと思います。で、お金を貸してくれてる人、党に対して債権を持ってる人はですね、大津さんのこれ事務所は千葉県船橋市なんですけども、法人はね、でも大津さんそこに一度も来たことないですし、そこに郵便を送っていただいても大津さん受け取れないので、大津さんの目黒の自宅の方に郵便を送っていただくと。まあ貸してる金返せということ。あとはツイッター上で大津さんにお金を貸してるけど返してくださいということをちゃんと伝えてもらうと。こういうようなことで、さすがに大津さん悪いことはしないとは思ってるんで、そこは心配しなくていいと思うんですけど、ただね、周りについてる人がちょっと危険な、まあ黒川君みたいなのついてますからね、そういう意味では今田大津さんと黒川君は仲良くしてますので、まあそういう意味ではちょっと心配なところがあるんですが、まあ言うて8000万円ですので、まだまだ党に入ってくるお金っていうのは、これ以外にも5年間で最低でも10億入ってきますから、あまり債権者の方心配されないようにしていただいてですね、私の方でですね、間違いなく今万全の手続きを取って、昨日も夜から4月27日用の裁判のですね、資料を私が作っております。で、私が作ったものをですね、優秀な弁護士さん8人ぐらいに、手を加えていただいてですね、で党の代理人は久保弁護士にお願いしていて、で斉藤君の代理人は村岡弁護士と唐沢弁護士にお願いしていると、まあ、こちらは少なくとも3人の表向きに出るのは3人の弁護士で、裏側であのガーシーのねことを応援してくれてる僕の刑事裁判の担当してくれた高橋弁護士であったりとか、福永克也弁護士であったりね、まあいろんな、まあ他にもちょっとあえて名前言いませんけども、弁護士さんの方が応援してくれていますので、そこはご心配なきようにお願いしたいと思います。僕はもう 99% 来週の大津さんとの裁判でですね、仮処分命令勝てると確信をしておりますので、今しばらくお待ちいただいて、まあ大津さん自分が代表者だと今言って、お金も大津さんの名義の口座に入ってますから、大津さんの方にお金を返してくれって郵便を送ったりとかですね、まあある意味自宅に押しかけるのもこれ大丈夫、押しかけるって変ですけど、あのお金返してくださいってやるのも全然 OK です。これは要は大津さん自身が会社にも行かず、いわゆる NHK 党の事務所にも行かずで、自分が代表者だと言っている以上はですね、お金を貸してる人からしたら大津さんお金返してという権利はあるんですよ。これ法律上法人に行っても面会できない場合は法人の代表者の自宅に行っていてなってるので、
まあね、そこまで、まあ、家にまで行くことは僕はないと思いますが、せめて大沢の家に手紙を送って、私は政治家女子法廷とともにいくらいくら貸してるけども、これをあなたが代表する以上は返してくれという手紙を送っていただくのは非常に意味があると思っております。ただまあそういうことをしなくても、来週中にはですね、大津さんか斉藤参議院議員かどちらに、代表権があるのかっていう仮の処分が下りますので、もう少し、お待ちいただければと思います。 NHK をぶっ壊す。